はい、これは山崎の小倉パンですね。超ロングセラーですけど、こちらもね、食べてみたいと思いますが、小倉パンでこうやってね、で、すね。なかなかの。小倉の味わいと、つぶつぶのあんこが、ぎっしりと入ってますね。で、その中に、あんこの味と、美味しさがあって、なかなかのいい味に仕上がるというのだと思いますね。すごく食べ応えもボリュームがあってよくて、その上にごまがごまがぎっしり詰まってるっていうのがまたいいですね。非常にこれもシンプルっちゃシンプルですが、なかなかのいい。つぶつぶのあんこで、そういうところがぎっしり詰まってるのがまたいい味わいを出してるなと言った感じですね。なかなかのごまと、軟骨の掛け合いが良くて、なかなかボリュームがあってうまくいってる味だなと思います。本当昔からこれ変わらない味ですけど、そういう昔から変わらない味っていうのはなかなかいいなと思います。どうもありがとうございました。